おはようございます。今は朝の7時半です。皆さん見覚えのあるゲレンデだと思うんですけど、はい、オフシーズンの南郷スキー場です。はい、南郷来ました。はい、ということですね、本日は姫さゆりバイクミーティングっていうイベントがありまして、今日そこのファシリテーター MC を務めさせていただきます。今日一日頑張っていきたいと思います。では、はい、今打ち合わせ中です。この復興フラッグキャラバンの星蔵さんです。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。今 MC ですね、イベントに向けて打ち合わせをしてるんですけど、ね、はい、本番に向けてちょっと頑張っていきたいと思います。はい、あの住んでる場所聞いてちょっと近場だったんでびっくりしてます。はい、宮城県出身でそうです。はい、宮城県在住で、よろしくお願いします。はい、頑張っていきます。はい、登場です。どうも、ハンドルネーム奥さんです。よろしくお願いします。はい、奥さんはブログが有名なんですよね。そうですね、ブログを、バイク関係のブログを書かせてもらってます。めちゃくちゃ人気者で、そんなことないけど、ね、奥さん奥さんみたいな感じで超囲まれてました。はい、はい、ブログやってるそうなので、もしバイク好きな方いましたらぜひチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、出店ブースがいっぱい出てます。南郷スキー場の酒井支配人です。おはようございます。支配人、これ揚げ餅見てください。皆さん、揚げ餅が売ってます。初めて見た。冬は肉巻きドッグで、今回こちら、じゃじゃーん、これ何でしたっけ。揚げ餅味噌味、ちょっといただきたいと思います。いただきます。お餅なんだけど、こう甘だれの味噌と、こうお餅のもちもちの感じと、この揚げてある感じが超美味しい。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。すいません、1個引いたいんですけど、内山、エミで検索して出てこないんで、内山美恵と申しますので、すいません、よろしくお願いします。新潟県出身で宮城県在住のプロスノーボーダー、内山美恵と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、どうも、坂井さん、ありがとうございます。私の育ての親でございます。今日のバイクミーティングとか、南郷の姫さより素敵なものがあるんだよっていう目を向けてもらうきっかけになりたいなと思って、今回務めさせていただきます。で、南郷の継続的な、ね、活性化にちょっとお役に立てればなと思います。で、私自身も車なんですけど、ツーリングでいろんなところに行ったり遊んだり食べたりっていうのが大好きで、ブログの方も内山美恵でやってますので、ぜひぜひ更新を見逃さないためにも内山美恵で検索していただけると嬉しいなと思います。お願いします。それではですね、10時20分よりこれからですね、カソリさんとともちゃんのトークショーの方を開始したいと思いますので、ともちゃんとカソリさん、準備の方よろしくお願いしますね。はい、10時半からはケニー佐川さんのライディングレッスンが開始になります。同時にヤマハのオフロード試乗会、スキー場アタックヒルクライムですね、そちらも10時半から開始になっております。そして11時40分からは復興フラッグキャラバンの方をステージで行わせていただきます。12時からは、
皆さんのお楽しみ抽選会合わせて集合写真の方をお撮りしますので、皆さん12時にはぜひこちらのステージ前に抽選会ありますのでお集まりいただきたいと思います。それではカズリさん、ともちゃん、準備の方はよろしいでしょうか。はい、これからはトークショーの方開始したいと思います。よろしくお願いします。トークショーのカズリさん、ともちゃんと写真撮っていただきました。真ん中が今回主催の花泉酒造の当事さんでもある斉藤明さんです。先ほどの育ての親で登場してきたドラゴン酒井さんです。パイプを作るプロでパイプドラゴン酒井って呼ばれてました。今はねスキー場のお仕事を引退されてあんまりこう会う機会がなかったので、こういうタイミングでもう会えてめっちゃ嬉しいです。え、1個80円なんですか？はい。安い。いかがですか？美味しいですよ。アイズのおそばです。美味しそう。あ、いいんですか？わー、いただきます。嬉しい。南郷といえばもうトマトですよね。そうですね。ね。夏トマト、南郷。はい。夏トマトはすごいみずみずしくてさっぱりとしてて、こっちの秋トマト、なんかめっちゃもうトマトの甘みがすごい。甘みがすごい。両方美味しい。やってます。いかがですか？昨日も前夜祭で確かイワナだったの。イワナって卵持ってます。卵持ってるやつは持ってると思います。あ、本当？昨日さゆりそうでなんか公民館じゃなくてだからアユかもしれない。アユか、はい、わー、いいんですか？わー、すごい。見て見て、美味しそう。やばい、もう危ない。ちょっといただきたいと思います。すごいワイルドな絵になると思いますね。いただきます。かぶり、どこかぶりつこう。うん、あ、すごい、ホクホク、やば、魚が甘い、美味しい。うん、この白身見て、美味しい。あー、こんなやって焼いてるんですね。そうなんですよ。炭火です。だから中がふわふわだったんだ。そうなんですよ。これで遠赤内線効果が、あ、なるほど。遠赤ね、私大好きだよ、はい、あ、本当ですか？芯から温まるやつ。キムダ、俺も大好きだもん。南会津観光物産協会です。観光物産協会さんのブースですね、はい、そうです。スイス君、スイス君かわいいね。公園地としてのフットオークラブ、そして震災を忘れない旗として、これからもフットオークラブキャラバンは続けていきたいと思っております。フラッグキャラバン、星野さん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あの、前から思ってたんですが、はい、あのライダーの皆様はなんでこの旗を応援するんですかね？もちろんあのライダーがあの元々作ったっていうこともありますけれども、風評被害であの観光客がいないんだったら、じゃあ俺たちが行ってやろうか、そんな感じで結
こうみんなが集まってきてくれてる、こんなあのフットワークの軽さがあるのかなと思っております。全国の多くのライダーがこの旗を応援してるっていうことなんですね。はい、そう思います。この新地町のフラッグの下にですねバイクを並べてこう写真撮る、まあ、一つ の, あの聖地みたいになってるんですけども、はい、次はもうロードバイク の, あの自転車の人とかで、ね、みんな集まってきて、新地町目指してもらってそこで写真を撮ってなどという形で盛り上がっていければななんて思っております。なるほど、そんな感じでどんどんね広まっていけばいいですね。はい、あのぜひあのそういう形でね広めたいと思いますけれども、内山さんはバイクとかは乗らないんですか？はい、あ、私はあの板の方に乗ってたので先ほどもね尾崎選手とあの昨晩前夜祭で、はい、そのフォームとかライン取りとか目線の送り方とかその外足荷重で骨盤の位置がなんて、あの乗るものは全然違うんですけど共通するところがいっぱいあって、ただスノーボードはブレーキがないまあどちらもねあの安全に怪我なくっていうところが共通点だと思いますね。私は乗らないんですけど、はい、弟が今花火師やってるんですけど、はい、あの免許を取れる年誕生日と同じぐらいに単車の免許を取りまして、その時にあのドラッグスターを買ったんですけど、はいはい、買う前にイントルーダークラシックにするのかどうするのかってなぜか私一緒にあのバイクを、はい、あの選びに行ったっていう、はい、であと、まあ、そもそも弟がハマるきっかけの前にあの父親がバイクが好きで結構なんていうんでしょうレース系のバイク、はい、ちっちゃい頃なんか大きいの家にあったなって思い出があって、ただうちの父親趣味で乗ってたのでちょっと転んじゃったかなんかしてだんだんバイクがちっちゃくなって今モンキー乗ってます、はい、あぜひねあの弟さんとかあのお父様と一緒に、はい、フラッグの下ぜひ来てください。もうそうです ね, ね本当にあの今までねバイク乗りの方の復興フラッグかなって思ってたんですけど、はい、全然ねそんな感じじゃないっていうのを聞いて、私はあの車なんですけどツーリングが大好きで、はい、私4ヶ月で2万キロ超えぐらいあの運転はしているの で, あのでいろんなとこ行くの好きで、それがまあブログで今有名人ブロガーとしてやらせてもらってるんですけど、ぜひぜひ、はい、紹介していただいてですね、はい、ぜひ私もこれからのブースの方に行って、はいはい、復興フラッグでちょっとやらせていただきたいなと、ありがとうございます、はい、思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー楽しかったですね。イベントの途中にこういう自慢のバイクを乗させていただいたりとか、あとは福島県の美味しい名物名産特産品なんかがもう飲食店ブースがたくさん出てて、もうバイクだけじゃなくてそういうのもすごい楽しかったです。参加されたライダーの中に福島の須賀川で天然酵母系のパン屋さんなんかも知り合いましたよ。ベスパンさんですね。南会津の観光物産協会の方とかスタッフの方、そして参加されたライダーの皆さん、もういろんな方と知り合うことができました。ご参加された皆さん大変お疲れ様でした。見てくださってありがとうございます。続編のジムカーナなどは次にあげたいと思いますので、また次回も楽しみにしていてください。また続きを見たい方、よかったらチャンネル登録高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。それではまた次回まで、バイバーイ。